こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットアを始めていきたいと思います。今回はタマミラージオとの公式戦ですね。何これ、そんなに強くない。しっかり勝っていきたいと思います。現在の成績ですが、1勝1敗1引き分け、勝ち点は4、首位のディマス大阪は3連勝なので、勝ち点5と離されております。もう一人変えましょう。これで勝てるでしょう。これでもこの辺からモタイが怖い。あ、なんか消えてしまいましたよ。なんだろう。あ、とか言ってるうちにゴール。すいません、どうも。記録が一旦何かの操作のせいか消えてしまったみたいです。ユーナに渡ってユーナがキーパーをすり抜けてゴール、先取点です。お見事。さあこれで後半じゃない、戦い外に出す癖はありますね。できればあのダメ押しの2点目を早いうちに取っときたいところです。ファールですね。これ今年初の公式戦ファールじゃないでしょうか。おっと、超えた。さあコーナーキックになるぞ。これは危ない。ウェイリカ、そこにユーナが、これ蹴る位置によってはと言ってる場に。前半終了です。みんな疲れてますね。前も疲れてるし、まあもうちょっと待ちましょう。問題は中盤です。ヒラリーとサチコかな。クラリス、ミオ、ミオとナナコ。これで、もう一人を様子見ましょう。さあいよいよ、後半戦ですね。この1点のリードを守りきりたいところです。やっぱり中盤への負荷って大きいですね。中盤後半を鍛えていくことがこのゲームの鍵なのではないでしょうか。まどかうまい。さあここは強引だが、さつき、うーっと、これも運なんですよね。とか言ってるうちに、危なかった今のは。今のも一歩間違えたら同点に追いつかれてましたからね。さつきセンターにもちょっとこれは届かないか。あ、マドカですね。クラリス行きましょう。結局、いや、いいかな。クレインに変えましょう。もしもの時のことがあるんで。ゴールポストだ。ちょっと厳しかったか。
外に出してしまいます。ここでクルミが入ってまいりました。これに同点に追いつかれてクルミがね、今のは嫌な縦パスでしたね。無双可能な動きをするのにサツキ結構疲れてきている。さあミオ決めました。いや非常に重要な2点目です。これミオが飛び込んできましたね。さあ残りはもう13分ぐらい。さつき、さつき、さあ疲れがもう目立っている。ファールです。お、これはイエローカードです。首色巻き、クルミがセンタリングを上げて、さらに反対サイド、マドカ、これは得点にはつながらず。マドカがさっき直接取り行ってます。マドカかなり走ったことになりますね。もうほとんど時間はない。さあここでクルミが1対1、さすがクルミには見せ場があった。3対0。しっかり試合終了です。危なかったですね。もうここは本当にもったいのシュートの正確だったクリアルティが、これも運が悪い。あ、後半31分、疲れてるサツキ、センタリングをミオが、大きな1点。いいですね。さあここでクルミが入りました。まあどうか、ちょっと足りなかった。最後はこのクルミです。スルーパスも良かった。クルミはしっかり決めてきます。さすがエースストライカー。というわけでシュート差もありますよね。3対0ということで、はい、しっかり3対0で勝利です。これで4位ですね。2勝1敗1引き分け。リバセ大阪との得失点差は5点のまま、4連勝ですからね。2位は狙いますが。